皆さんこんにちは、第5回ルファーレ復興ソングプロジェクト虹を見た会 Have you seen the rainbow?、前回は、作曲者である、ミュージカル劇団 True Colors の遠藤園さん、遠藤俊彦さんに、ご出演いただきました。たくさんの、ね、メッセージをいただいています。どうもありがとうございます。一つまたご紹介したいと思います。素晴らしい歌に仕上がって感動です。ミュージカルが好きで劇団好きはよく見に行っていました。発声がさすがです。こちら高久ルミ様より Facebook にメッセージいただきました。どうもありがとうございます。他にもたくさんの応援コメントいただいています。いつもどうもありがとうございます。嬉しく読ませていただいています。それではですね、早速今日の新しい、ニューパートご紹介したいと思います。今日は新たに3名のボーカリストご紹介いたします。まず最初はですね、この企画をプロデュースしているルファーレのスタジオマネージャーでありロックドラマーでもある吉野さん、そして某州おばちゃんアイドルのエーコロバーバンズよりセンターのおさよさん、そして立山のミュージックシーンを作ってきた大御所である親方こと中村博明さん、この3名にご登場いただきます。それではまず、新しいパートを聞いてみてください。どうぞ。でしたでしょうか。それでは、本日の歌ってくださった3名をご紹介していきたいと思います。はい、まずはルファーレのスタジオマネージャーでありロックドラマーである吉野さん、吉野さんの働いているルファーレというのは、南房総にある貸別荘なんですけれども、音楽のあるリゾート作りを目指し、貸別荘事業だけではなくイベントやライブ企画、出張演奏など南房総全域に音楽を届けるお仕事をしています。吉野さんはそこで、スタジオの管理などをしながら主に都内でロックドラマーとしても活躍しています。続きまして、某州おばちゃんアイドルエーコロバーバンズより、堀川さよこさん、通称おさよさんです。エーコロバーバンズというのは、シンガーソングライターの馬場孝之さんプロデュース、なんと昨年 CD デビューも果たしている南房総立山全域を盛り上げていこうという大人気のおばちゃんアイドルユニットです。エーコロバーバンズの皆さんはこの後他のメンバーもだんだん登場してきますので楽しみにお待ちください。続きまして親方こと中村博明さん、立山のミュージックシーンを作ってきた大御所でありかっこいいブルースマンでもあります。お料理中村屋というお店をやっていらっしゃいます。ライブハウスでもありまして、すごく美味しいお料理が食べられるライブハウスとして、人気のお店です。近隣の方はぜひ、行ってみてください。それでは、本日はですね、なんとこの3名の他に新たにですねイントロもご紹介したいと思っています。ギターの松永大吾さん、そしてドラム奈良大輔さんの動画が届いております。私もここで一緒にイントロ入りたいと思います。それでは聴いてください。どうぞ。吹き荒れた
からまたすぐに雨が降ったから、心の中まで冷たくなりそうで、最初はそう明かりのない暗い夜、キャンドルライトで時を過ごしたよね。この場所を諦めたくない、君が見上げる空と海と屋根のブルー。 ああこんなにも泣きたくなるけど、雨上がりの街の上にかかる道を見たかい、届かない電波の向こうに、おーおーおー、僕らの気持ちがどうか伝わりますように、空を見上げる君と僕に、あの時こんなにと苦々しくて、それでもやれることをやっていこうよ。大きく手を振ったその後だって、心配で連れて帰りたくなるよ。この場所しないで、はい、いかがでしたでしょうか。今日で、イントロから入りまして、遠藤園さん、としさん、まりさん、花穂さん、ゆうさん、そしてりおさん、けいさん、あずささん、りひとさん、そして今日のよしのさん、エーコルバーバンズおさやさん、親方こと中村ひろあきさん、12名の声がつながりました。12名のシンガーの皆さんの歌声、いかがでしたでしょうか。はい、まだまだこの曲は続いていきます。どんな風に展開していくのか、ぜひまた来週をお楽しみに、待っていてください。よろしくお願いします。CD の、予約販売も、スタートいたします。協賛も募集しておりますので、ぜひどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは、来週またお目にかかりましょう。どうもありがとうございました。さようなら。